田監督の林海蔵と申します。どうも、こんばんは。今日はですね、実は僕は東北芸術工科大学っていうところで教えてましたよ、去年から。そのまま京都造形芸術大学なんですけども、1年生にシナリオを教えるのにですね、一応どこでもシナリオはここの方式で教えているんですね。20枚シナリオっていう形で、それで、60人ぐらいの学生がいたので、なかなかテーマが難しくてですね、でシナリオセンターのホームページを見たら、なんかテーマが書いてあって、それで応募するとなんかお金くれるっていうのがあったんで、じゃあこれにしようっていうことで一回お電話したんですね。これで学生でも応募できますかみたいなお話をしたら、9月7日空いてるって、逆にってしゃべってほしいんだけどって言われまして、はい、多分夏休みなの大丈夫でしょっていうことで今日来まして、どんなふうになるかわからないんですけど、1時間半お付き合いください。で僕も最初ここシナリオセンターの出身ですから、ちょうどですね、大体33年ぐらいまでですかね、33か34年、その頃は、もちろんその全く映画監督にはなりたいんですけれども、東京に出てきまして、全くつてがないと、アルバイトをしながらですね、映画なんか作りたいんだけどどうしていいか全くわからないっていうところで、でやっぱりそうやったらなんかその映画に近いものを習おうみたいなことを思いまして、でシナリオセンターの、広告を見たんです。でシナリオセンターを選んだのは学費が安い、これだったら来れるので、そこで大抵の人は大体働いてるか学生さんでシナリオを習ってますよね。だから同じ境遇のに近い人ね、たちと知り合ったんですよ、生まれて初めて。でそれまではどっか行ったって、映画 やりたいんですって言うと、どんなアルバイトをしてもですね、何言ってんだと、頑張るよっていう方もいらっしゃるんですけど、最初の方はね、だんだんその25とか6 になるとですね、やっぱりちゃんと世の中を見た方がいいと随分言われまして、でそういう状況で、皆さんもいらっしゃると思うんですよね。だから同じような状況で、ずっと勉強をここでさせていただきまして、アルバイトをしたんですね。本当東京でこうあらゆるアルバイトを、しましたね。喫茶店とか居酒屋とかですね、工場のベルトコンベヤーで、ずっと物を運ぶだけとかですね、ちょっとやばいのもいろいろやりまして、板前 の助手とかも結構やってまして、言われたんですよね、こういうことをいろいろやってるとなんか物を書くときに役に立つんじゃないのと、それは板前のなんか師匠に言われたんですけど、でその時は役に立つわけがないとこんなただ辛いだけの労働で、僕も食べるためだけにやっていますから全然身にもつかないですよね、と思っていたんですが、一応その後にですね、映画監督になりましてですね、映画界というところに無理やり28歳で入るんですけど、自分で勝手に映画を作りましてね、その脚本上役に立ったのがですね、もちろんその物語的ないろんな職業の中で、さっき学びましたけど、いろんな、アルバイト に関わる それなりの専門的なね、こととか、それに関わってくるアルバイトの人とか社員の人とか、そういうキャラクターですね、その成り立ちもすごい面白いんですけど、何より役に立ったのがですね、例えばこう冬のすごい寒い時に皿を洗うんですね、例えばホテルとか行って何千枚もですね、でその冷たさを俺は知ってるってことなんです。